こんにちは、アリティンチャンネルです。今回ですね、自衛隊の救難ヘリの UH-60J のマグネットを紹介したいと思います。はい、今までアリティン自衛隊のマグネットはその救難支援機とかと、あとブルーインパス持ってます。今回はヘリコプターです。はい、ここですよ。救難ヘリですね。航空自衛隊と海上自衛隊が所有しているUH-60J です。おー、いいですね。はい、おー、かわいいヘリコプターもかわいい。おー、これかな。あ、染めね、貼ってます。おー、UH-60J です。はい、パッケージの後ろはこうなってます。では、はい、早速開けてみたいと思います。開けます。じゃあ、お、はい、海上自衛隊と航空自衛隊の救難ヘリです。お、パッケージを見ましょう。まず写真がありますので、お、海上自衛隊の救難ヘリですね。はい、では、じゃじゃーん。おー、かわいい。ちっちゃくてかわいい。でもすごいよくできてるんですね。おー、ちゃんと書いてるし、海上自衛隊父さんに。おー、いいですね。はーい、ほほー、かわいい。おー、こうなってますね。すごいよく再現されてます。おー、いいですね。かわいい顔がこうなってます。ちゃんと鼻のも再現されて。かわいい。では、はい、これから航空自衛隊の救難ヘリです。これかっこいいですね。黒、あの航空自衛隊のカラー、黒って青ですね。うん、ナビブルー。かわいい。でもこれも、おー、かっこいい、これ。やっぱり黒がかっこいい。おー、かわいい。いいですね。クリーンがいいですね。色的にあれ、こっちの方が好きです。これ、ま、回るかな？あ、回らない。あ、回らない。回るといいな、と思った。はい、おー。はい、もともとあの UH-60 はそのアメリカのシールス公式社のヘリコプターですね。ブラックホークという結構有名な、アメリカに軍が使っている有名なヘリコプターです。これをその J というのはジャパンですね。あの日本が独自の仕様で救難ヘリとして改良されました。現在は三菱重工業がライセンス生産しています。ちなみに航空自衛隊は、現在約41機をも、保有して運用しています。で、海上自衛隊は約12機です。予算では19機まで、まあ、生産はしているけど、まだ今三菱重工が生産中かもしれない。はい、かわいいですね。じゃーん。おー、いいですね。はい、ということで、では今からターンテーブルで展示したいと思います。はい、自衛隊の救難ヘリの UH-60J です。まず海上自衛隊のものですね。かわいい色が。おは航空自衛隊の救難ヘリです。これかっこいいです。
はい、今からクッコのプチジュラマで展示したいと思います。はい、キッチンのプチジュラマです。おー、キューナンヘリは待機してます。後ろに作戦支援機が並んでます。チョキしてます。以上です。アリシンちゃんでした。今回は自衛隊の救難ヘリの UH-60J のマネットを紹介しました。はい。じゃじゃーん。おー。海上自衛隊の救難ヘリですね。はい。航空自衛隊の救難ヘリです。おー、かっこいい。これかわいい。はい。海上自衛隊の救難ヘリでーすのマネット。かわいいですね。色もいいし。はい、お、海上自衛隊救難と書いてあります。機体にいいですね。はい、お、よくできてるです、ね、このマネットかわいい。はい、もう一つはかっこいい、あ、色の、お、ネビブルーの、お、航空自衛隊の救難ヘリです。お、この J はジャパンですね。日本独自の仕様の、おー、で開発された、あ、はい、アメリカのヘリコプターです。おー、いいですね。はい、ということで、はい、チャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。